のね、あのこちら収録番組なんで、はい、今お客様が、ね、いらっしゃってるんですが、はい、この2人の雰囲気を見てね、うん、この大人は何をしてるんだということになります。ね、思ってるはずよ。ですが、真面目なあの情報番組の収録中でございますので、よろしくお願いします。お願いします。さあ、この声は聞き覚えがあるという方、分かる方はすごいと思いますが、はい、本当？はい。沖縄子どもの国、教育普及、普及員の、言えてないね、はい、教育普及員の宮里優子さんこと、優子姉さんです。よろしくお願いします。優子姉さんです。よろしくお願いします。いやー、でも、優子姉さん、久しぶりでございまして、はい、もうあの3度目かの4度目ぐらいの出演になるかと思うんですけど、うんうん、まず聞きたいことが、はい、ゆうこ姉さんのこのヘアスタイルね、うん、いつもあのえなんか本当にどちらかでセットするんですかっていうぐらい、アメコミの感じが綺麗にいつもこう組まれてる、誰がやってるんですか？自分でですよ。自分でですか？そうそう。ちょっと待って、もうこれがいつもすごくおしゃれで、いつもポロシャツにスキニーの、あのこの本当にタイトなパンツを履いてるんですが、とっても背も高いわけ。ラジオを聞いてる方は想像してみて、うん、米倉涼子みたいな。うっそかっこいい。ちょっと言い過ぎじゃない？さあ、今日はゆうこ姉さんと久しぶりでテンション上がっておりますが、はい、うんうん、でまずね、この場所も押さえておきたいと思います。あ、そうですね。この、あの、ズーズーワンダーランドの番組では、初の場所でオープニングをしましたというのが、うん、こちら、ね、あの、ちょうどね、あの、正面入り口入ってきて、うん、ウェルカムのパーラーから、階段を降りて、うん、水と緑の広場に向かう、うん、この途中に、こう、これ合奏でいいですか？ね、合奏ですかね。はい、この銅像があって、うん、あの、まあ、男の子たち、女の子たちが、ちょっとこう、ピーンって、ね、あの、タイタニックのピーンみたいな感じで、空を飛んでるよ、みたいな男の子と、笛を吹いてたり、これハーモニカかな？ハーモニカですね。はい、子供たちにすごくエールを送ってる気がして、うん、とてもなんか私好きな場所。うん、で、その銅像の先に、はい、こう池があったりね、うん、のステージがあったりするわけで、はい、今日は、水と緑の広場で、うん、10月13日に開催される、はい、はい、もういよいよすぐですけれども、はい、あるイベントについてご紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。10月11日放送の今日は、大切な、もうあさってね、うん、13日に開催されますイベントをご紹介していくんですが、はい、まずタイトル、ゆうこ姉さんからご紹介いただいてよろしいでしょうか。はい、はい、沖縄市ゼロカーボンフェスティバル、うん、みんなで話し、考え、つながる輪です。輪。から込めましたけれども、はい、初めて聞くタイトルなんですけれども、うん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 、もうすごくね、パンフレット見るととっても楽しそうな、グリーンベースのイラストが繋がってるんですけど、はい、そうなんです。じゃん。ね、手に持っていただいてるんですが、はい、そして私たち風がよくこうね、はい、来る場所に移動してきました。うんうん、水と緑の広場が見える、ちょっと手前のね、はい、あの、こちら、あ、なんだろう。大型テントです。大型テントの下に、ちょっとした椅子、テーブルなんかがあって、はい、本当に気持ちいい季節になりましたね。ねえ、本当に。やっとこの言葉を伝えることができますね。ね今からですよ。沖縄子供の国をね、楽しめるのはね。はい、さあそこで今日は、うん、沖縄市市政施行50周年記念という、はい、50というマークがこの頭についているのは、やっぱり大事なことですね。はい、そうですね、はい。あの、今年そういう50周年記念ということで、それを冠につけたイベントの一つとなっております。はい。はい、うん、はい、もうボートゼロ出してみたら逆なった？あ、本当？合ってる？進めましょう。お願いします。はい。はい、で、実は、今年度から、うん、沖縄市から、はい、委託されて、はい、令和6年度環境学習支援業務委託っていう新しい事業の実は担当してるんです。はい、その担当者でリーダーでもいらっしゃるんですか？そうです。で、その中で、出前教室とか、うん、親子向け普及プログラム、フィールドワークしたりとか、はい、いろいろ言ってるんですけど、うん、その中の一つで、環境イベントということで、うん、このゼロカーボンフェスティバルっていうのを今回やるんですね。でもこのゼロカーボンって言葉、あまりなんか。そう、耳馴染みないんでしょう。実は、はい、知ってた吉野さん。沖縄市って、はい、令和3年度に、はい、沖縄市ゼロカーボンシティ宣言っていうのをしてるんだよ。それね、全くレポーターとして、うん、すいません。押さえておりませんでした。1ミリも。でしょ、でも私も、この授業するまで知らなかったんだけど、うん、そう、これ何かって言ったら、はい、2050年までに二酸化炭素の実質排出量ゼロを目指す。それを沖縄市民全体で目指してこう挑戦しようっていう宣言なんですよ。これって沖縄市がいち早く手を挙げて、うん、そういった宣言をしている、この市だったということは、町だったっていうのは、すごいですね。うん、そうなの、そうなんです。うん、で、今それを、そうそう、やってるんだけど、なかなかやっぱり私たちも、ほら、吉野さんもゼロカーボンってあんま聞かないなって言ってたけど、市民もやっぱりそういうことを、市がさ、
あの、やってるっていうのを知らないことも多いわけですよ。なので、ぜひ市民の皆さんに、こういう、市が、二酸化炭素を減らすための活動してるよとか、あとはやっぱ市民全体が協力しないと、二酸化炭素減らせないから、っていうので始まった授業で、この環境イベントっていうのをする。で、その環境イベントに来たら、地球温暖化防止のこととか、はい、ゼロカーボンのこととかが、しかも楽しく、美味しく、学べるよってなってるわけ。楽しく、美味しくっていうキーワード大好物なんですけど、ね、うん、やっぱりなんか学びたいっていう場所に行きたいですよ。うんうん、でもやっぱり、カリ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 勉強するのも大事だけど、うん、ちょっとなんか楽しみながら、あっという間に、あれこの知識入っちゃうみたいな、そうそうそう、まあ、意識は高めていきますけど、うんうん、そういった場所があるっていうことは、やっぱりちょっと通いたいですね。行きたいですね。うんうん、そうそう。それが13日、あさってにいよいよ行われるってことなんですね。はい、そうなんです。あ、知りたいかも、うんうん。ゼロカーボンとか環境とか、そうです。やっぱり私たちの生きていく中で外せないじゃないですか。そういう意味では、じゃあどんなことをするのかってことなんですね、うんうん。会場がまさにここなんですね。そうです。水と緑の広場を会場にして、でやるんですけど、今なんと23ブース出展が決まっていて、その23ブースで体験したり展示を見たり、あとはやっぱりその地球温暖化について詳しい方々からいろんなお話が聞ける。へー、そう、すごく、なんていうのかな、本当なんか見て、うん、そうなんだではなくて、お話ししながらちょっと知識を深めていく。だから副題でほら、はい、みんなで話し考え、つながる輪の輪は環境の輪で、ね、そう。すごいやだ。全部ね、ちゃんと耳かって持ちましたよ。そうだよ。でもそれがなんかゆうこ姉さんがこう話してるのを聞いてると、うん、楽しそう。そう、よかった。うん、それはすごい感じます。うん、そう、出展も、企業さんだけじゃなく、なんだっけ、パナソニックさんとか、すごいな。も来るんですけど、はい、沖縄電力さん、はい、あとは、蓄電池を作っている会社とか、で、あと、高校も来ます。未来工科。未来工科、専門のね、うん、ありますもんね。そうそう、で、エコ電カーが来るの。知ってる？エコ電カーってあれでしょ？エコでこう走る。そうそうそう。あれの、そう、大会に向けて作ってるエコ電カーを、なんと、見せてくれるらしくって、うん、だからそういうのを見て子供たちが、じゃあ未来こういうのを私たちもやりたいよってなったら、ほら、高校を選ぶ時の参考にもなるし、そうですね、そう、将来のなんかこう目指すものになったらいいなっていう。なんかいろんな、なんだ、テーマが、そうです。後ろの方にちゃんとあって、なんかすごく大事な時間になりそうですね。うん、そうです。ちなみに、どういったことですか、もう細かくご紹介しましたが、うんうん、そういった皆さん出るよとか、何か体験できるよっていうのは、今伝えられることってあるんですか？もうね、いっぱいありすぎますね。いっぱいあるんですよ。いっぱいあるんだけど、はい、でも、これだけは言いたい。はい、電力、イベントの電力は、力なんと電気自動車で全部賄います。それでこと足りる？こと足りる。で、しかも、沖縄市って電気自動車公用車として利用してるんですけど、はい、なので沖縄市の公用車4台も利用するんですけど、はい、あとこの、イベント、私たちと一緒にやっているバナナコンセプト。はい、バナナコンセプトさん。からも電気自動車持ってきて、やるので、給電してやるので、例えば自宅で電気自動車買いたいなとか、使ってみたいなって思ってる人たちにも、多いと思います。そう、そういう、なんだろう、アドバイスとかもできる。トヨタさんも来るの。でもすごい早々たる企業の方々ですよね。そういった方々の企業からこう発信する情報も聞けると思うんですけど、うんうん、逆にワークショップとか体験っていうのでは何か作ったりとか感じられるものがあるんですか？うんうん、なんか草を使って、はい、作るおもちゃを作ったりとか、刺し草屋さんが来たりとか、はい、あとは図書館からもミニゾウくん知ってる？知恵ゾウくんのミニゾウくんが来る。なんだろうなんだろうなんだろう。面白い。そうそう、環境の本をたくさん載せて、はい、ミニゾウくんが来てくれて、うん、で、市のこの図書館の人が読み聞かせとかもしてくれるんですって。バッチリだ。うん。どこも、どのコーナーも見逃せないし、そう。顔出したいし、行きたいね。うん、しかも鏡に行くと子供たち、一緒に来てやっぱりそういうの感じてほしい。そうだよ、吉野さん。うんうん、これさ、はいはい、なんと、その日10月13日、うん、入園無料、はい。あ、そうなんですよ。みんな、そう、入園無料。これね、そう。これ大事なこと、うん、これはもう訪れる方、沖縄市民だけではなくて、ではない、とにかく、うん、もういらっしゃる方、みんながそのイベントにいらっしゃる方、
無料です。無料です。これは絶対に来てほしい。うん。で、今回ね、また司会が。あ、そう、司会が、ね、決まりました。お願いします。そう、あの、司会が、FM 沖縄の、西向井構造局長が来まーす。やったー。西向井さんがいらっしゃるということで、構造されてるのにすごいよ。よくすっごい喋りますし、ね、声いいし、あの、博学なんですよ。ね、ずっと本読んでるから、とっても楽しい時間になると思うので、ぜひあの応援しに局長に会いたいという方も来てほしいなと思います。で、これ収録なので、はいはい、また後日。あ、なるほど、ね。そう、ラジオで放送もあるので、ぜひ振るってきてほしい。そう、だからステージイベントもたくさん、はい、ライブもありますし、あ、楽しいよ、うん。あとは沖縄市ゼロカーボンシティロゴマークっていうのも決まって表彰式があります。はいはい。このゼロカーボンのこの表彰式、このゼロカーボンという、これ意味も聞いていいの？あ、ゼロカーボンは、だから二酸化炭素をゼロにしようっていうことの、ゼロカーボン。もう、ってことの名前の総称ですよね。そうです。じゃあ、それをみんなゼロカーボン、ゼロカーボンしてから、うん、ぜひともみんなで。そう。二酸化炭素を減らす生活をみんなで考える。で、ちょっとした工夫で、楽しく、無理なく、環境に優しい生活をする。すごいリーダー、ねえ、ゆうこ姉さん、ま、リーダー、ね、すごい体で染み込ませてますね。でも、いよいよあさってなんで、ちょっといろいろ準備大変かと思いますけども、うん、そうなんです。でも、そういった意味では、あのホームページですとか、あの沖縄子どものプールの LINE の情報なんかも、いつもこう、うん、あのしっかりと、はい、発信してますので、はい、見ていただきたいなと思います。うん、あとは今回ね、ありがたいことに、やっぱりこの放送をしていくとですよ、はい、あ、絶対に来たいと、でも駐車場大丈夫かなと思うじゃないですか。用意してます。はい。沖縄アリーナ、ね、はい、うん。駐車場、シャトルバスありということで、はい、こちらもぜひうまく利用してほしいですね。そうですね。うん、あの、沖縄アリーナ隣接の駐車場でご案内してますので、はい。はい、シャトルバスも随時です。出てます。うん。なので、はい、待つこともなく来れるので、はい、ぜひ利用していただきたいと思います。はい。あの、詳しいお問い合わせ番号は、沖縄区子供の国の代表番号、はい、もちろんこちらの方におかけしてもいいですし、はい、あとやはりホームページを、はい、見てほしい。まずはご案内もしておきましょう。はい、098-933-4190、933-4190 番となっています。はい、久しぶりに子供の国の番号言った。いつも、あの、ホームページ見てくださいとかって、ね、言ってますけども、はい、今日のラジオから、ね、聞いてて、あ、ちょっと確認したいさって方は、ぜひとも、うん、はい、はい、こちらの方におかけいただきたいと思います。最後、こちら見せていこうかな。はい、こんな感じで、グリーンのゼロカーボンフェスティバルの、内容となってますので、はい、皆さんもぜひチェックしていただきたいと思います。はい、来てください。最後になりますが、今日早いであっという間ですけど、ゆうこ姉さんから、うん、ちょっとこれ、個人的に楽しみにしてるとか、うん、あ、このコーナーはちょっと行っていっぱいあるけどとか、うん、あのさ、うん、言い忘れてたよ、私。あ、これじゃあ絶対メッセージ伝えましょう、うん。あの、ステージイベントの中で、はい、小座小学校の5年生が発表するんですよ。うん、で、これ、そうそう、何の発表するかって言ったら、はい、コンポストの発表します。コンポスト？そう、この授業の中で、コンポストも実証実験っていうことで、うん、学校1校決めてやってるんですけど。はい、コンポストって何？え、知らないの？知らない、知らない。わわわわ、知らないの？知らないのかもしれない。今、給食の残りを、うん、あの、堆肥にします。ごめんなさい、わかります。土に混ぜるやつ？そういったお母さん方一緒です。あの、小座の。いるでしょ？パーカーメニューで一緒です。そう。だから、そのパーカーメニューにある。知ってるやん。もう、でも名前をちょっと忘れてた。うん。小座小学校で、それを今年1年かけて、実証実験やってるんですけど、はい、それの発表するんですよ。以前私の番組でも紹介してたのごめんなさい。今ね、違う、全く違う名前だと思ってごめんなさい。そうですよね。いやいや、そうそうそう。はい、で、この授業でもお手伝いして、今年度やってるので、子供たちがその堆肥を作りながら、あの、うんうん、考えたこととか気づいたこととかっていうのを、舞台で、午前と午後、一回ずつ発表があるので、それはぜひ、もう子供たち頑張ってるから見に来てほしい、うんうん。このプレゼントというかね、見てほしいですね、うん。私も始まった当初、ごめんなさい、今言葉すごいすっかりド忘れしてましたけど、うん、始まった当初、そこ見せてもらったんですよ、うんうん。これすごいアイディアよね。すごい。これみんなが、全国っていうか、全部沖縄県民も、うん、やったらいいのにね。そうよね。でも、あの、一番すごいのは、彼らはさ、食品ロスも減らすことができて、うんうんうん、給食残差でやってるんだけど、うんうん、給食残さなくなったの。そう。あの、それは、そうだよ。あの、その、関わってママが当初、前半戦で聞いてます。ただ案外、そう、取り組みすることみんな意識が変わっていくっていうのが、とても嬉しいっていうのをおっしゃってたので、でもそれが、そう、でもそれが、だから、あの、二酸化炭素を減らすことに、ゼロカーボンにつながる活動になってるわけだから、もう彼らの話、ほんと、みんな聞きに来てほしい。もう生きた実例ですけど、うん、そうです。子供たち5年生が、やってます。市内の子供たち。40名。
から見に来ようよ。ね、合唱コンクールじゃないよ。ちゃんとしたプレゼントしてみんなに発表しますからね。ぜひ、はい、私も晴れてほしいと思うんですけれども、うん、お天気も願いながら、ね、はい、今日はこのイベントの告知ということになりました。はい、さあ、ということで、いつも教育普及員として、本当にいろんなね、うん、実験とか、だからね、そういう意味でも、いろいろ今まで出演していただいてるんですが、はい、今日は沖縄市市政施行50周年記念、はい、沖縄市ゼロカーボンフェスティバルの、まあ、担当リーダーということで、はい、ゆうこ姉さん、宮里ゆうこさんにご紹介いただきました。今日は本当に、はい、足しげくですけど、うん、ありがとうございました。いいえ、ありがとうございます。はい、お願いましょう。本当に、お願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。ズーズーワンダーランド後半戦は場所を出して移動しまして、里山の迷宮の出たとって、はい、日本に月の輪島のちょうど前に来てるんですよ。でもね、加藤さん、どこ行った？どこ行きました？はい、上に行きましたね。高低差を生かして、下の段と上の段がありまして、はい、さっきね、可愛くお尻を岩にこすりつけながら上に上がってきましたね。はい、可愛い、探偵さんみたいに、かわいいのってお尻。本当に高いんだね。ね、そのままいてくれたらいいなって言ったらね、やっぱ見えなくなりますよね。ちゃんと見守りながら上の方に上がってると思うんですが、まずね、もうね、10月はイベント、もう毎月そうですが、目白押しで、なんと沖縄子供の国、ハロウィンカーニバルがもうスタートしております。ここで、たくさん紹介したいので、早速バトンタッチします。はい、どうしましょう。はい、例年、沖縄子供の国のハロウィンカーニバル、月末 ?10 月末でイベントを2日間ぐらいでやってたんですけど、今年はなんと10月通していろいろなハロウィンを楽しめます。もう毎週ごとにいろいろあるので、もう紹介できるだけやっちゃおうってことなんですが、はい、まずは、はい、そうですね。ワンダーミュージアムですでに開催中の黄金かぼちゃを探せがやっております。はい、毎週土日、祝日ですね。はい、この黄金のかぼちゃを実は私、ちょっと見せてもらったんですよ。それが、どこにあるのか。はい。これを私たちが聞いてる、見てるあなたが探すということで、これはすごく、すごいミッションですね。はい。ワンダーミュージアムの中でどっかにある。で、毎回、毎日隠すとこ変えるって言ってたので。もうね、ニヤニヤしながら、お長さんとかタカゴンがニコニコしながらね、手に持って紹介してましたけど、まるで、お長さんの頭のようですよね。はい、そうですね。もともとやっぱオレンジ色のしかなくて、スタッフが、はい、ちゃんと綺麗に黄金かぼちゃに変身させるっていう。さすが東条さんだよね。はい、そういった意味ではぜひ黄金かぼちゃを探しにもトライください。そして今ね、まさに募集中のものがあるんですが、こちらから先に募集の告知しましょうか。はい、はい、こちら10月26日と27日開催予定の動物たちに、27日に、トリートと称していろんなご馳走をプレゼントする予定なんですが、はい、それにあげる、なんていうんですかね、かぼちゃを作るのを皆さんとやりたいと思います。かぼちゃを作る、かぼちゃのかぼちゃを作るってなんて言ったらいいんだろう。切る？切る？くり抜く？くり抜く。全部の工程が入ってるんですが、ちょっとスイカのカービングじゃないんですけども、本当にランプというか、それを、オブジェを作ろうというもので、これがまたすごい楽しい企画なので、実際にこれは今募集していて、人数に達するともう終わっちゃうので、はい、はい、まずはこのラジオを聴いている方はもう早速、ね、週末ですよね、これね、26、27ですね。26、27の今ご紹介してるんですが、募集中なので、ぜひともご連絡をいただきたいとね、応募していただきたいと思います。なんか楽しそうですね。そうなんです。こう、今まで当日やってたりもあったんですけど、はい、きっちりやるのが今回初めてで、何ですかね、流れ作業でちょっとお客さんにも体験ってさせてもらってたんですけど、はい、今年はがっつり飼育員がレクチャーしながら一緒に作ってあげに行こうっていう形になります。なんかちょっとそれも行くと、その流れがいいですよね。そうですね、今まで作ってもらって、うん、そうそう、昼から動物たちにあげます、皆さん見に来てね、だったんですけど、うん、最後あげるところまでということなので、これを一覧で全部が体験できるので、はい、これがすごいね、見どころです。ぜひ皆さん体験していただくためには、この、応募しなきゃいけないので、予約をしてください。お願いします。明日から、はい、ワンダーミュージアムの方で、まあ、ハロウィンの特別プログラムとして、ニャンディーパック作り。はい。これって、ニャンディーパック作りっていうのは、これどう、猫の何かですか？あ、そうです。子供たち作ってもらってお菓子を詰めるって感じなんですけど。これ、本番のクッカツリーでね、これ持ちながら、ちょっといけるかもしれない。かわいい。
そしたらね、この工作なんかもすごいワンダミュージアムでもとても大事にやってますので、ぜひあの子供たち参加すると楽しいかと思います。はい。あとね、いっぱいあるのでね、どうしたもんかなって感じで、こちらもだよね、全部。そうですね。うんうん、で、まあ、ハロウィンが、はい、まあ、月末の日曜日ですが、はい、それにやって動物園で動物たちへのトリート、そう、ごちそうのプレゼントもあるんですが、さらに皆さんが楽しめるようなハロウィンパーティーが、そうです、水と緑の広場の大型テントでも開催されます。はい、なんでね、今までちょっと、まあ、見る、動物たちやってるのを見るっていうことがメインだったんですけど、皆さんも遊べるようにミニゲームがご用意しております。なんか私たちもさ、見るだけじゃなくても、体験して作ってあげるところまでやって、なんか参加する私たちも幸せくていいですね、逆に。そうですね。それがなんか自由だし、とっても楽しいですね。しかもね、さっきカナオさんとインタビュー始まる前に、風が変わりましたねって。変わった。こんなに青々とした空なんですが、沖縄は秋ですよね、カナオ。秋です。なんか汗はかくんですけど、晴れてたら、うんうん、風が涼しくなりましたよね、かなり。もう子供の国をね、私散策してる私、カナオさんとか1年にわたって、こちら勤務してますので、これね、本当にありがたいんですよ、風が通るってね。もう秋ですよ、ぜひ皆さん、10月のイベントを目白押しなので、ぜひとも沖縄子供の国楽しんでください。今日は前半はですね、ゼロカーボンフェスティバルについては、有効姉さんにご紹介いただきましたけれども、この時間は、ハロウィンカーニバルの駆け足で募集要項とかご紹介しましたが、広報かなおさんにご紹介いただきました。まあ、うん、カーボンフェスティバルもあるし。はい。今週末はカーボンフェスティバルで、しかも入園料無料。そうです。はい。はい、で、今月10月は、1ヶ月通してハロウィンをお楽しみいただけるイベントがたくさんあります。はい。後半は全て、かなおさんに丸投げでございました。はい。今日は本当にありがとうございました。子供の国